農学学研究院生命機能科学部門食料科学分野の立花博文です食品には栄養機能のほかに脂質代謝調節作用血圧調節作用高アレルギー作用といった生態調節作用がありこれらを活用した機能性表示食品や特定保険用食品特保といった 機能性食品の開発が盛んに行われています私たちの研究はこうした健康維持・増進に役立つ食品成分にどのようなものがありまたどのようにして体に働きかけるのかその仕組みを明らかにすることを目標にしています。さらにらにに明かなったメカニズムを応用して 機能性食品の開発も研究テーマとして取り組んでいますえー、緑茶は紀元前の中国で発見されたとされ当時代には薬として利用されていたとする文献があります。えー、我が国においても鎌倉時代の永斎前史は喫茶養生期において茶を取る人は長命で養生の療薬万病の薬 と記しています今日カテキンが緑茶の効能を担う成分であることが分かりましたがなぜカテキンが生理作用を示すのかその本質的な仕組みについては未解明のままでした。幸いなことに私たちの体には緑茶カテキンセンサーが存在することを世界に先駆けて発見し緑茶カテキンがどのようにして体に働きかけるのか その仕組みを明らかにすることができましたこうした研究は体に良いとされる食品成分の働く仕組みを明らかにしようとする研究者たちを大いに刺激し新たな潮流となりましたまたカテキンの働き方を模倣したがん治療剤の発明にもつながるなど医薬への応用も期待されることです えー、私のモットーは、えー、私の恩師の先生は動物細胞工学という学問分野を立ち上げた村上博樹先生ですが先生との縁で動物細胞を基盤とする研究に携わることになりました。細胞はまだまだわからないことだらけであり自分のような凡人でも人と違った見方で 細胞にに問いいけるるとととそれれなりりレススポンスしてくれるということでありますもちろんその応答をきっちり捉えるアンテナはしっかりと持っていなくてはなりませんが研究を始めた当初は食品の機能性を抗酸化作用で説明することが世界的に主流であり食品の機能性を成分の標的分子との相互作用で説明しようとする考え方は 少数派でした未踏の研究領域は最初はマイノリティでなかなか認められず孤独なこともありますがとにかく諦めずに継続することが肝心かと思います。